魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とチアドラゴンズ2016 3年目の藤倉舞でお送りします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。舞ちゃん、一緒にやらせていただくの久しぶりですね。はい、久しぶりです。今日も期待してますよ。はい、ありがとうございます。なんつったって今日ね、この DD 知得情報40分あります。長い。結構長いですよね。本当に気軽にね、飲んでくださいね。ガンガン飲んでくださいね。くれぐれも熱中症気をつけていただきながら楽しんでもらえればと思います。さあ、ではですね、今日はまずドラコイガールズデーということで、はい、ファイドも来てるわけだけど、はい、このアーガイルチェック柄のユニフォームを今日着てきました。はいはい、うん、かわいい。かわいい、似合ってる。ありがとうございます。はい、そしてほっぺたにはジュエルシールでしたっけね。はい、はい、これも現在発売中でございますのでお買い求めいただきたいという宣伝から入ったわけですけれども、はい、まあ昨日ね、でも良かったですね、勝ちましたね。はい、久しぶりに勝って良かったです。その嬉しさがここに出てるね、もうね。はい、足に出ちゃいました。ちなみにその前の試合触れていきますと、ロッテとの戦いの中でエムスプラッシュさんとの、ね、絡みがあったんですけども、はい、マイドーはどうでしたか、はい、エムスプラッシュの皆さん。私は去年の2015の時に、はい、千葉さんの QVC マリンフィールドの方へ行かせてもらったんですけれども、ええ、もう去年のパフォーマンスも去年のパフォーマンスですごく良かったんですけど、うん、今年はなんか雰囲気もすごいガラッと変わっていて、踊りの雰囲気もすごく変わっていて、去年は結構アームモーションが結構強めだったんですけど、アームモーション、アームモーション、こういうもうチアリーディング的な感じとか、手の動きを英語で言うだけで随分かっこいいね、はい、アームモーション。なるほど。だったんですけど、今年はすごくなんかもうかっこいいダンスというか、うん、もう本当にかっこよくて、はい、はい、今年は今年ですごく良かったです。そうですか。じゃあそこでね、はい、ちょっと触発されてますますね、このダンス磨きをかけていこうと思ってるわけですね。はい、はい、じゃあ今年の2016年いろんなねダンスのナンバーがありますが、私のこんなところを見てほしいとか何かありますか。技の曲の、はい、私がパンキングを踊るところがあるんですけど、こういう手をぐるぐる回して、はい、パンキングを踊ったり、あとストリートダンスを披露するところがあるんですけど、はい、そこはぜひ注目していただきたいです。あなたもパンキング担当なんですね。パンキング担当です。おー、はい、その具体的にどこですか、パンキングの中の。具体的に、もう最初、ちなみにパンキングの振り付け私が振り付けさせていただいたんですけども、はい、振り付け担当したの。はい、そこだけパンキングと、もうラッキー池田と同じ域まで来てるわけだ。いやとんでもないです。いや、でも振り付けしたってすごいことでしょ。いや、とんでもないです。ちなみにどこここです。ここは何、マイドが作ったの。これ小説本当ですか。すごいね。ありがとうございます。いや、ぜひ皆さんそこに今日ご注目いただければと思います。はい、お願いします。はい、さてでは僕の方から話を進めていきたいと思うんですけども、今日ですね、さっき、まあ、いつもの通りイオンで買い物をしていたところですね、はい、いろんな方にお会いするんですね。まずこのリストバンドくださった方、今日いらっしゃるかな。ありがとうございました。なんかガチャポンでこれあるらしい。あ、そうなんですね。これマイクちょうどいいのよ、これすごいフィットしてますね。いいと思いますね、これ、はい、ね、うん、すごい。こういうマイク作ればいいね、うん、で、まあ、その方にまずお礼ということと、なんと今日ですね、桂川通訳にお会いしました。お、普通に買い物してるの。驚きました。で、その買い物のね、カゴの中を見せていただいたんですけども、大量のヨーグルト、外国人選手たちのご家族が今日来てるらしくて、そういったね、食事の買い物を任されてるので、いろいろ信頼されてる方だよね。で、その一番下に眠ってたのがですね、なんとある果物なんですけど、なんか想像つく。果物ですか。うん、ポピュラー。結構ちょこちょこ英語入れてくるよね。アームモーションとかポピュラーとかさ。そう。でもめったに食べないと思う。じゃあザクロ。なかなか面白いところですかね。うん、でも確かにね、ココナッツなんですって。あ、そうなんで
です。はいはい、やっぱあちらの方々とお好きなんですかね。特にビシエド選手がお好きだそうで、あの頭のところをパッと切って、でそこからチュルチュル飲んでるらしいです。はい、でココナッツパワーでね、昨日一本いい当たりの二塁打ね出ましたよね。今日あたりそろそろエルタンケムイビエンと言わせていただけるんじゃないかということで、ビシエド選手のねバッティングにぜひご期待いただきたいと思います。そういった形でね、いろんな方がねドラゴンズ選手を支えてるわけですよ。はい、はい、そんなプチ情報でした。あと今日はですね、まあこれ僕場内アナウンスをやらせていただいている関係で、実はこんな仕事もしてるんですよってことをちょっと聞いてもらおうかな。イニングがね、はい、チェンジになった時スコアボードである数字が動いてるのって見たことありますか？ライブビジョンのね、右下の方になるかな。要はストップウォッチがポンって動き出すんですよ。あれ何の数字か知ってる？え、わかんないです、うん、なかなかね皆さん気にしてないと思いますけど、いわゆるイニング間の、まあ、そのかかってる時間はどれだけなのかっていうのを表示してる数字があるんです。そのボタンを押しているのは僕なんですよ。結構絶妙なタイミングで押してるんで皆さん見といてください。もうね、スリーアウト直前になるとこうやって待ってさすがです。いやいや、でもね、まあそれはなんで押してるかっていうと、先ほどお伝えした通り、そのイニング間どれだけ時間がかかっているのかを見るためなんですが、これ、NPB のねホームページというか、先ほどちらっと、確認したところ、イニングインターバルは2分15秒を目指してくださいと書いてあります。2分15秒、まあ大体どれぐらいの時間かってあんま想像つかないでしょうけど、2分15でも結構早いですね。はい、そしてもう一個面白いのがあったので、投球間隔は15秒でやっていきましょうという指示もあるそうです。要はピッチャーってさ、投げるでしょ、はい、キャッチャーから戻ってくるじゃん、はい、で取って次の球投げるまで15秒でいきましょうよ、はい、いうことなんです。ところがですよ、昨日は面白かった。あの日本ハムのピッチャー覚えてる？はい、全然見てなかったね。面倒さんじゃない、今教えてるのに片言だったよね。面倒さん、ね、面倒さん、その面倒さ見てました？めちゃくちゃ投球感覚早いのね。ああいうピッチャーいいね。すげえいい。あのファイターズファンの方もいらしたりするんですかね。いますか？あ、面倒さっていつもあんな早いのかなって思うぐらい。僕調べてたじゃない、ごめんなさい、途中でねストップウォッチ押して測ったんですよ。7秒の時あったよ。早い。投げる、取る、サイン見る、はい、取る、はい、はい、早い早い。だからすごい昨日テンポ早かったでしょ。うん、それで早かった。そう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 、ぜひご注目いただきたいなと。で、おのずとせっかちでもあるんだね。いや、あのね、さっきお伝えしたイニングインターバルは2分15秒であってほしいということなんですけど、昨日ね、ほぼ1分40秒だよ。早いのよ。だから皆さんね、球場で試合見てて、あれ覚えてますよね。ダーダーン、ダーダーン。3回の裏、ドラゴンズの攻撃は僕入るじゃないですか。もうダダンの前に投球練習終わってるの。もうダダンの時から早く投げさせろよ、面倒さん。すっげえ早かった。すごい早いですね。そうで、競うかのようにジョーダンも昨日早かった。タダンタンタダンタンタダンタダンタン。2回の表ファイターズの言うでしょ、はい、あれもうジョーダン待ってるの。もう早かった。早いですね。そう、そういった楽しみ方もあるんじゃないかなということで、ぜひ皆さんですね、あのチェンジになった時、まあチェンジをドラゴンズの攻撃のチェンジを望んではいないでしょうけども、あのスコアボードの右下のあたり注目していただけると、また一つね楽しんでいただけるのかなと。逆に言うとね、誰かとは言いませんけどね、はい、長い人もいるんだよ。誰そんなん言えないですよ、ここじゃ。まあでもね、それ逆に言うと、あのそれだけじっくりあのキャッチャーのサイン見て駆け引きしてるってこともね考えられるんで、まあ一概に早ければいいってわけじゃん。はい、はい、記者の方とかはね喜んでますけどね。早く進むから。そうですね。そうそうそう、はい、まあてなお話をさせていただきました。では続いて、
今日のゲームに行っちゃいましょうか。はい、はい、まず昨日ドラゴンズ見事に連敗をストップすることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。その勢いで今日も連勝といきたいんですが、はい、今日のピッチャーを教えてください。はい、ファイターズは吉川投手、ドラゴンズは大野投手で午後3時プレーボールです。はい、というわけで吉川投手はね、意外と苦戦した。ご家庭でできる相手先発投手攻略法ということでいつもやっています。要はダジャレです。相手先発投手を食っちゃおう飲んじゃおうというコーナー。もうね、まあ、僕今日時間がなかったのもあったんだけども、はい、相当クオリティ低いんでタッとでいきます。4つのチーカマで、なんだ4チカマ、はい、終了。結構きついですね。そう、結構きついですね、今日は。何やねん、今日きついでしょ。結構きつかったでしょ。だからだけに、はい、今日はね、もう一つ切り札を投入させていただきます。過去最短で終わったのよ、チカマね。はい、明日誰が投げるんですか、日本ハムさんは。おえここには書いてない。おそらく超有名な人が投げると言われる。あ、わかりました。お待たせしちゃいました。ヒント、二刀流。最初の文字を教えてください。お小笠原選手。あ、日本ハムの話ね。はい、はい、日本ハム。あ、そうそう、そういうことだよね。そういうことだよ。大谷だよ。大谷ね、はい、投手が投げるんじゃないかということはほぼ間違いないということで言われているので、はい、うん、大谷投手、さっき言った通り二刀流と言われてますね。はい、投げてすごいし、打ってすげえし、身長高いし、スタイルいいし、はい、顔もいいさ。最高です、ね、最高だよ。というわけで、はい、二刀流にかけました。はい、大谷翔平ではない、二刀流にかけました。思てんだ、思てんだ、二刀流で、北海道です。どうですか、二刀流、北海道いかがでしょうか、皆さん。結構取っていただきました。 ありがとうございます。これまた重いし高いしさ、俺豆乳嫌いなんだよ。嫌い。欲しい。私も豆乳嫌いなんです。ね、あ、でこれもっとちっちゃいすごい大豆っていう豆乳はあるんですけど、この北海道のね、マークが記されたものはこのサイズしかないってことで、ちょっと店員と揉めたんですよ。もっとちっちゃいのないんですか。で結局これ1本250円ぐらい。コストかかってんだよ、もう明日絶対勝たなきゃこれ。というわけで二刀流を披露させていただきました。すみません、悪くないでしょ。はい、二刀流は2つ目は良かったですけど、うん、はい、1つ目はひどかったね。ね、はい、さあというわけで、今日はですね、このDD知得情報、ゲストをお迎えしているということなんですけども、もうご準備は整っているんでしょうかね。そろそろいいですか。はい、ではお呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。D ガールズの皆さんです、どうぞ。いいぞいいぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、順に、まあ、簡単に自己紹介からお願いしていいですか。はい、はい、私 D ガールズアンバサダー、背番号4番の、ポジションはレフトの小野田すみれです。よろしくお願いします。何アンバサダーって。はい、マジで。はい、そうなんです。すごい組織だね。はい、あ、じゃあ順にどうぞ。はい、背番号2番、ポジションはショートの土本優美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ポジション、え、どういうこと。みんなそれぞれポジションがあって、野球にちなんでと。野球にちなんで、野球を皆様に身近に感じてもらえるように、人それぞれポジションを持ってます。ポジションどこって言いました。私はショートです。浴衣でショートもすごいね。そうですね。なるほど、はい、そして、はい、背番号7番、センターの大森奈々です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか女性のグループでセンターっていうとなんかさ、
真ん中で踊るみたいなイメージがあったりしてさ、ちょっと優越感あるでしょ。ちょっとだけあります。あるんだやっぱり。あ、そう、なるほどね。さあさあ、じゃあどんな方たちなのかということを教えていただきたいんですけども、要はどういうことなんですか、アンバサダー。私たちの目標は、はい、今あのドラゴンズを応援する女性の方たちの名前って決まってないんですよ。名前、例えば、広島カープだったらカープ女子とか、はいはい、あと、オリックスだったら織姫とかいろいろあると思うんですけど、ドラゴンズは特にこれって決まった名前がないんですよ、例えばドラジョとかドラミとか、はいはい、ドラコとか、はいはい、ドラコもいるの。はい、なんか、はい、いろいろ呼ばれてるみたいで、でもこれって決まったものがないので、私たちはその D ガールズっていうのをドラゴンズを応援する女性の総称にしたいなと思って、それを目標に活動しています。はあ、全部吸収合併してやろうと。だから要はそういうことでしょ。へえ、そうなんだ。今マイク渡したら何ですか。ちょっともう出番終わったかな。ああ、そうそう。淡々としちゃった。で、なんでも選ばれるためにはオーディションがあるんですって。そうです。何するんですか。なんで応募したかとか、あと結構個性豊かな子が多くて、オーディションでは自分の特技を披露したりしました。ちなみにどんな特技を披露したんですか。私はチアダンスを。ちょっと来たよ。ちょっとチアドラさんには及ばないんですけど、うん、大学でちょっとやってまして。へー、あ、そういう方も入ってんだ。はい、そうです。なるほど。はは、じゃあお隣さんはちなみに何を披露したんですか。私は、はい、野球のアナウンスを、高校時代に、高校時代に野球部のマネージャーをしていたので、はい、その時のアナウンスを披露しました。ちょっと我々のライバル集団みたいな感じになってるね。そうなんですよ。危ない危ない。あ、まあね、今日チアダンスは難しいでしょうけど、そのアナウンスはできそうな環境にありますよ。聞かせていただけますか。でもクオリティが、ここで。いやいやいや、クオリティなんて大丈夫ですね。いきます。はい。1番ピッチャー小野田くん。ピッチャー小野田くん、背番号1。あー、なんかこれあるある、こういうのある。ほい、なんかゾクッとした。ちょっと小野田くん。違うね、すみれちゃんの身を取っちゃいます。小野田くんだよね。あー、そっかそっか、近くでやったわけね。あー、なるほど。でね、この皆さんの資料をいただいて見ていると、さっき選手というか野球にちなんで背番号がありポジションがありということなんですが、他にもさ DH っていうじゃん。はい。これ何なんですか。 DH チャベス愛、何者なんですか。そうですね、事務所にも所属してまして、はあ、ちょっと個性があるので代打ということでポジションが。はい。あ、そうなんだ。はい。ちょっと浮いてる方なんですか。ちょっとぶっ飛んでるんですけど。へー。はい。でね、結構厳しいことに控えメンバーもいるんですね。そうですね、はい、控えメンバーも一応野球にちなんでということなので、9人が選抜で補欠の方もいるという。補欠。はい。あー、そうなんだ。こういうグループは知ってた前の。はい、知ってました。あ、そっか、ってのも知り合いなんだって。ナナが高校時代の同級生なんです。そうなんです。そうなんです。へー、はい。それでナナがDガールズになったということを、ツイッターとかで知って、もうすごいびっくりしました。嬉しかったです。あ、それ楽しいね。どんな女子高生だったの、互いに。マイちゃんは、高校時代本当にモテモテで、見ての通り、もう有名で、地元でも有名でした。あ、そんな札付きの悪だったの。ナナはもう本当に、あ、もうめちゃくちゃ可愛くて、もう同じ高校の男の子からもそうだったんですけど、もう他の違う高校の男の子からも可愛い可愛いって言われるタイプの女の子でした。なんかそんな妙な高め合い見たくないもん。もっとリアルなとこ攻めて。じゃあ本当です、本当です。そんなモテたの。はい、すごいモテモテでした。そう、実は私も
あのこの2人と同じ豊橋出身 で、 そうであの同い年なんですよ。あ、そうなの。はい、で、私の高校の野球部の子、はい、男の子が、あの高校の大森奈々ちゃんっていうのめちゃめちゃ可愛いよ。やっぱりすごいみんなで噂してて。何の情報ですか。有名な子ですよ。あ、そうなんだ、はい、へえ、いいですね。なんかそんな仲良しがこの近くにいらっしゃったんですね。はい、そうなんです。あ、そうですか、そうですか。やっぱ個人的にはまあなんか嬉しいですね。嬉しいです。へー、じゃあチアドラゴンズとしての彼女の活躍も知ってたわけだ。はい、もちろん知ってました。それも地元で有名なので。お、はい、あ、そうなんだ。はい、地元じゃ札付きってことでいいですね。2人ともね、これからも高め合ってね、いい感じで、ね、はい、見ていただきたいなと思うんです。なるほど、わかりました。そんな D ガールズの皆さん、今日この後何か予定があるんでしたってね。予定、はい、試合後にトワラカフェさんでD ガールズがイベントを行います。以上。とイベントでは、はい、ドラゴンズの早押しクイズとか女の子たちのコーディネート対決とかもやる予定なので、女性限定でぜひ来てください。あ、女性しかダメなの。そうなんですよ。そうなんだ、はい、へー、そういうのを皆さんが、まあ、司会進行というか。そうです、進めていく、はい、へー、いろんなねムーブがあるんですね。なるほど、わかりました。でも間もなくお時間となりますけど、アンバサダーさん、もう言い残したことはないですか。あ、アンバサダーさんあれだったね、そういえば、すみません、モエドラスタジアムに1回出ていただきましたね。すみませんでした、すみません、お世話になりました。ありがとうございます、その説は。はい、ありがとうございます。何か皆さんにお伝えしたいことが他にあれば。今日初めて私たちを知ったっていう方も多分たくさんいらっしゃると思うので、この機会で、私たちを知って、もっともっとドラゴンズを一緒に盛り上げていけたらいいなと思っております。はい、はい、ですね。というわけで D ガールズの皆さん、ご紹介させていただきました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうなんだ、お知り合いだったんだね。そうなんです、はい、今日たまたま来てくれていたので、うん、本当嬉しかったです、はいはい、ね、本当可愛らしい子でしたよね。はい、はい、D-Girlsの皆さんをご紹介させていただきました。ではここからはしばらく情報のお時間でございます。日本生命セパ交流戦、この日本ハムファイターズ戦でですね、いよいよフィナーレとなるわけですが、最後にマスコット交流 BB も先ほどね皆さんの前に登場してくれましたけども、試合中も盛り上げてくれます。 BB やっぱり肉体派だね。ええ体しとんね、はい、そうですね、体格が。でまたそのなんだろうな、ギャップっていうか、結構キスが得意なんだね。そうなんですか。なんかチューチューするらしいですね。その辺もご注目です。そしてですね、ここからはマイドンにしばらくマイクを渡して宣伝をお願いしていいですか。もろもろの情報ですね。はい、はい、ました。でなんでマイク渡して情報をねお伝えしてもらうかっていうと、はい、この間に僕がですねちょっと宣伝活動をしますんで、はい、お願いします。わかりました。はい、明日はドラゴンズ大好きおしゃれ女子コンテストと題して、女性向けのコンテストを開催します。このステージは本戦を開催しますが、予選は当日の午前10時に2ゲート前にご集合いただき、その後フレックスルームにて予選を行います。本戦には7名が勝ち上がり、最終的には3名の方が優秀賞を獲得するという流れの予定になっています。この優秀賞の商品には夏の龍神祭のペアチケット、女性向けのドラゴンズグッズや、中にはドラゴンズの選手の練習を間近で見られる権利やサインなどがあります。さらには球団ホームページや月刊ドラゴンズなどでも取り上げられる予定です。すごいね、ごめんな、ほんと放置プレイだよね。ごめんな、もうちょっとで終わるから、はい、すいません。はい、まだご存じない方のためにモエドラスタジアムという番組を宣伝させていただきます。すいません、現在 YouTube で見られます。もちろんただです、よろしくお願いします。どうぞ。はい、はい、それでは続きを、優秀賞を取れるかと、どうすれば優秀賞を取れるかといいますと、女性で まず1つ目に女性であること、2つ目におしゃれとタイトルにつく、おしゃれとタイトルにつくので、ドラゴンズのユニフォームやグッズをおしゃれに着こなしていること、
3つ目はドラゴンズが大好きであること、4つ目は年齢問わずですが小さい女の子はいるのだと思います。お綺麗な方でもドラゴンズが大好きな、大好きとか低ければちょっと NG になってしまうかもしれません。参加された方には無条件でドラゴンズオリジナルステッカーを差し上げます。また予選通過の方にはそれなりのプレゼント観戦チケットがもらえます。当日のチケットがなくなっても参加できますので、お気軽にご参加ください。さらにガールズシリーズでは場内の演出や飾りも女性軸に変わります。ライブビジョンの LED ライトの色、場内のちょっとした飾り、フォトスポットの設置などガールズシリーズならではの装飾もお楽しみに。そう本当にね、女性仕様になってて、さっき僕ね中でおトイレお借りしたんですけども、はい、普段男性トイレのところ女性トイレになってるのね。そうなんですか。あ、全部じゃないですよ、一部。あんなことできんだと思って。そうなんですか。本当びっくりした。こっから入ってすぐのとこはそうなってましたよ。なんで男性は気をつける必要はないのか、ちゃんと上に今日は女性用お手洗いですって書いてあるから、男性のスペースがちょっとだけ減っているっていう認識で、そうなんですね。そこもガールズシリーズならではですよね。あのね、パーテーションというか、こうすっげえ硬い板みたいなのにドーンって仕切ってる。そうなんですね。そう、すごい。その辺もガールズシリーズならではですね。はい、はい、そして、ドアラの爆弾花道をチアドラゴンズと一緒に作っていただく企画もあります。ゴールデンウィークの時にもやりましたが、前回はお子様限定でしたが、今回は女性限定となっております。こちらは今日もありまして、受付は開門から30分間、今日は13時から13時半、名古屋ドーム内のドラゴンズワールドにて行います。参加は抽選になりますが、13時半までに目安で100名様以上に達してしまった場合はその時点で受付終了。その後14時から参加当選発表を同じ場所で行います。演出では昨日と明日19日に3回が5回が降る。そうか、じゃあここから僕もらいましょうかね。はい、はい、すいません。うちわに関してですよね、19日は明日、3回裏のタイミングでは仰いでいただき、5回は振ってもらい、7回は叩いてもらうということで、昨日お配りしたうちわいかがでした？昨日来られてた方、ありがとうございます。なかなかあのイベント楽しかったですよね。明後日もやりますんで、お越しになられる方ぜひご協力ください。まあ、 普通に仰ぎたいぐらい暑いですもんね。だってね、あの時は特に仰いでいただくってことでご協力いただければと思います。暑さ大丈夫ですか？ぜひね、本当に水分取ってくださいね。休みやってくださいね。ご承知の通り一番緩い時間ですからね、ご安心くださいね。はい、であとさ、何このスイーツが出てんだってね。そうなんです、チアドラのスイーツが登場しまして、女性だけしか食べられないというわけではありませんので、男性の皆様もぜひお試しください。はい、私たちチアドラゴンズがプロデュースしている。もう食べました？はい、いただきました。どうでした、お味は？もうめちゃくちゃ美味しいし、もう見た目もすごく可愛いんですよ。こうなんかパッ、なんかスイーツが、そうなんです、ハートのケースに入っていたりしていて、すごく可愛いので、ケースももらえるので、ぜひ皆さんよかったらお買い求めください。もうお召し上がりになった方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。手が上がるね、いいね、参加してくれてるね、ありがとうございます。はい、というわけでぜひそちらも召し上がりいただきたいと思います。さあ、だいたいこれぐらいですかね。はい、ありがとうね。はい、まだここにもたくさんあるね。ではそこから先の予定をお伝えしていきますと、2週間空きますけども、次回はタイガース戦ということで、7月2日3日の土日ではファンクラブ交流やマスコット交流があります。その後も今度は3週間ドームの試合がなく、いきなり後半戦となっていきます。で、後半戦の企画ですね、ご紹介させていただきます。はい、7月22日から24日のスワローズ戦は夏の龍神祭、浴衣で生駒井夏ドームとしてお祭りの企画をいろいろと用意しております。浴衣で生駒井ってなんか、はい、一口絡んでるんですか？そうですね、ちょっとありがとうございます。
プロデュースしたんですか？してないんですけど、ちょっと、はい、なんかありがとうございます。嬉しいよね、ちょっとね、行こまいってことで浴衣をぜひ着てきてほしいときですね。はい、はい、そしてそしてはい、そして浴衣を着てお越しいただきますとお得なことがあります。先着プレゼントや縁日企画、Dステージでは OB トーク、選手出演企画など、詳しくは来週頃から徐々に情報が公開されますので、球団公式ホームページなどでご確認ください。はい、イベント盛りだくさんだそうで現在整理中とのことです。ただ言えることはですね、 OB トーク立浪和義さん、これ決まってます。そして行っていいんですね、ここから先ね。はい、ここにファンの皆さんがどれぐらいいらっしゃるかは分かりませんが、また来ちゃうそうですよ、ボーイズ&メン。ね、そう、意外とそうじゃないね、皆さんね、ここもそう、意外とそうじゃない、そうまた違う方たちがガンガン来るから、はい、すごかったです、ちなみにまだ知らないって方いらっしゃるんですか、ボーイズ&メン。さすがに知らないってことはないですよね。まあ、改めてお伝えしておくと、名古屋の、ね、地元のアイドルグループで男性のみなんですけども、まあ、分かりやすいエピソードとしては、あれがさ、あの旧レインボーホール、日本返しホールでしたっけ、あそこのライブ、チケット売り切れるらしいね。すごいですね。今の時そうそういないぞ。すごいですね。ねえ、うん、あとはあのヒマラヤのテレビ CM とかね、出てくれてますよね。あの僕がナレーションやってるんですけどね。そうですか。そうですよ。知らなかったです。あ、そう。ちょっと聞いてみます、今度から。残念ながらね、俺のやってるバージョン終わったんだ。あのボイメンさんのおこぼれで生きてる人間だからさ。まあ今後ね、また流れることがあったり、ひょっとしたら僕の声が流れてるかもしれませんので、そのあたりにもご注目ということですね。はい、じゃあさ、あれ知ってる？名古屋ドームの中でさ、はい、場内の皆様、この看板にご注目くださいみたいな。A チーム。あ、はい、してます。A チーム。はい。あれ、あれ。はい。はい、あれの声が、あ、似てるなと思った。似てるなと思ってた。似てるなと思った。あれも僕なんですよね、はい、ああいうとこちょろちょろ出てくるわけよ。はい、ちょっと注目しておきます。ぜひ聞いといてください。はい、はい、よろしくお願いします。でボイメンさんの話しました。あと始球式に、おこれもどうでしょう、特に男性が嬉しいのかな、神スイングで有名な稲村亜美さんが始球式でいいんですよね。はい、来てくださるとのことです。知ってる？分かんないです。野球が超うめえ女子で背高いですよね。170ちょいぐらいあるんじゃない？で手足長くてさ、神スイングっていってこのバットスイングがすげえ綺麗なの。それで話題になった方ですよね。知らなかった。で、野球をもちろんやってた方だから、やってる方か、こっちもすげえのよ。かっこいい。が、始球式を務めてくださる予定です。あくまで予定ではありますが、ぜひお楽しみいただきたいと思います。次回の7月2日3日の D ステージで諸々詳細を発表できるはずです。ご期待ください。はい、そして、はい、そして名古屋ドームで試合が少ない7月ですが、7月5日と6日にはドラゴンズの主催試合の地方ゲームがあります。5日は富山、6日は金沢でそれぞれ広島カープと対戦します。チアドラゴンズもドアラも遠征するので、ぜひ皆さんも来てください。はい、というわけであっという間にね、前半戦が終了してしまいそうですが、後半戦もイベント盛りだくさんで皆さんに楽しんでいただくべく、日々精進させていただきますので、これからもですね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで、あと3分ぐらいですかね。あと10分、あと10分なんですよ。あ、そうでしたっけ。あと5分ぐらい、あと5分ぐらいあるけど、はい、何やります。何やります。もう俺のプランは全部使った。どうします。じゃあ奥の手出すよ。奥の手出しますか。出しますか、はい、ある。ないです。いや、一応用意してきたのは、はい、僕におっしゃってます。責任取っていただけます。
いろんな、ね、方がいらっしゃってね、はい、いろんなステージの楽しみ方があるということが今分かりましたけれども、じゃああれ、いわゆる僕みたいなアナウンスの仕事をしている人は、はい、準備運動というかね、早口言葉ってあるでしょ。あ、はい、その中でもね、ウイロウウリって知ってる？知らないです。ウイロウウリっていう、まあなんだろうね、これは2代目市川團十郎という方が書いた作詞詩なんだろうな、うん、なんだけども、一つのストーリーの中に早口言葉が入っているみたいなもので、よくアナウンス業界の、まあ、登竜門というか、必ず我々はこれをやってこの世界に入ってくるっていうものがあるんですけども、それをじゃあ僕はね、結構長いんだけど、長いよ、めちゃめちゃ長いですこれ。そうで、僕は一応喋りのプロで、マイドンは動きのプロでしょ。動きのプロかもしれない。だからこのストーリーから連想される動きを適当につけてみて。はい、俺はこっち一生懸命読むから、一生懸命読むから、これに合わせて、そう、このストーリーに合わせて、そう体を動かせばいいですね。そう、うん、これね、なんかぐちゃぐちゃなことになって楽しいだろうなって前から思ってたんで、特にあなただったら面白いだろうなって。じゃあちょっとスタンバイどうぞ、物置いてください。いけるところまでやってみます。ウイロウリ知ってますか？知ってる？あ、知ってんだ、なんで？ミュージカルのレッスンでたまにやるって、今時ミュージカルでやるんだね、すげえ。じゃあ俺もミュージカル出身の立場としていやだね。じゃあ本当に行くよ、うん、じゃあ行ってみますね。拙者親方と申すは、お立ち合いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りおいでなされれば、南関橋虎屋東右衛門、ただいま啓発いたしまして連載と名乗ります。元朝より大津ごもりまでお手に入れまする。もう無理ですねこれね無理だよな。そうだ、もうちょっと遅ければね、遅かったら大丈夫。じゃあちょっと、じゃあ遅くて浮かびそうなところからいきましょうか。ご存じない方には、昇進の胡椒の丸飲み、白川よふ、さらば一流食べかけて、その君愛をお目にかけましょう。まずこの薬を、かように一流舌の上に乗せまして、腹内へ納めますると。いや、どうも。心、肺、肝が健やかになりて、薫風のんとより来たり、高知を微量を生ずるがごとし、魚鳥キノコ麺類の食い合わせ、その他万病速攻あるごと神のごとし。さてこの薬第一の奇妙には、銭ごまが裸足で逃げる。ひょっと舌が回り出すと、矢も盾もたまらぬし、そりゃ回ってきたわ回ってくるわ、あわやのどさたらな舌にかけさしよう。幅の二つは唇の形状配合爽やかに、赤さたな浜やらはおこそとのほぼよろ、一つへぎへぎにへぎほしはじかぼ、ぼんまめぼっこめぼっこぼ、積み立て積みまめ積み残書、書写山の写草書、小米の生紙小米の生紙本小米の小生紙、主す非主す主主すち、親家兵子家兵親も家兵子家兵親家兵、古くい時の古切り口、甘がっぱか番がっぱか、貴様のキャハンも川キャハン、これ誰が止めるんですかこれあと何分ぐらいあるんですか、もういいですか。まあそんなもんですわ。はい、一生懸命やってくれたマイドにぜひ拍手お願いします。なんか誰に手振ってるんですか、誰かいるんですか。皆さんどうぞドアラにご注目くださいというわけで DD 知っとく情報、長々とお付き合いいただきありがとうございました、今日も魂込めてコールさせていただきます。ドラゴンズさんの皆さん、一緒に勝ちましょう。よろしくお願いします。お願いします。さすがは匠と